あの者たちは。ああ、以前まみえた陰陽師たちだ。奴らまだ何か企てがあるのか。土帝はすでに失せたというのに。あたりにサーヴァントの気配なし。ここは直に問いただすぞ。待てセイバー、そう軽々に。まったく。なるほど。それで守備はどうでしたか。は、神奈川については滞りなく、横須賀や赤坂も戸国の術者がうまくことを運んでいるようです。それは頂上ならば、我らが対処すべきは。そこまでだ。貴様ら何を企む。あなた方は。兄の亡き今、何かを企むつもりも、あなた方を害するつもりもありません。ことの葉はどうとも言えよう。私を疑うのは結構、無理もないでしょう。ですが今はその時ではない。我らには果たすべき職責があるのです。怪異の居所を発見いたしました。高俊殿、急ぎご討伐を。怪異の討伐か。平安の世ならいざ知らず、今や神秘陰秘は民草から隠すべきものです。かつての陰陽師のそれでなく、西洋は魔術師たちの理屈ではありますが、少なくとも当世の私たちにとっては事実です。義の監査役を引き継いだ身として、怪異の跋扈は見逃せませぬ。では。ふむ。ひとまず追ってみよう。土帝には思うところもあるが、それとこれとは別の話だ。怪異の気配はあちらだ。行くぞ、より。土帝の弟か。止める間もなく行ってしまったが、無事でいるだろうか。
いや今日もついてたぜ。こんな日は酒でも引っ掛けてのんびり過ごすのが一番。化け物！君、下がっていろ。まったく、土帝は何をしているのだ。他の怪異にかかずらっているか、途中で見失ったのかもしれんな。ああ、もう仕方ない、我らで払うぞ。よりセイバー、派手に暴れてくれるなよ。土帝の弦を気にしているのか。だとしたら今更だぞ。より、身が脈動。でも何もあるものか。そちらこそどこで何をやっていたのだ。何をと言われましても、怪異を見失って。あんた、大きな音がしたけど何かあったのかい。高利殿、ここは私にお任せよ。ええ、頼みますよ。ではお二方は少し離れていてください。こいつは一体何の騒ぎだい。聞いてくれ。さっき向こうの方でボヤが出てな、ちょっくら打ち壊してたんだ。妖怪が。妖怪？何言ってるんだい。どうせまた酔っ払って夢でも見たんだろう。いや、そんなはずは。そういうわけだ。ちょっと離れててくんな。詳しいことは後で河原版でも見てくれよ。なるほど。怪異の噂こそ立ちはすれど、大きな騒ぎにならぬ理由は貴殿らか。江戸に無用の騒ぎを起こさぬ、それがお上との約定の一つなれば、横須賀や赤坂のようにマスター自ら始末をつけることもありますが、怪異も英霊も戦う場所を選んではくれませんので。高利殿、あちらにももののけが。どうかお急ぎを。わかりました。宮本殿、セイバー殿、恥を忍んでお願いいたします。今しばらくこの地の怪異討伐に力をお貸しいただきたい。どうする、伊織。市政の人々が脅かされている。断る理由はあるまい。次へ行こう。セイバー、派手な技はほどほどに頼むぞ。つまらん。ありゃ夢だったのか。あんたまだ言ってるのかい。我が家は数百年にわたりこうして人々の平穏を守ることは、そして、近くに人の姿は見えぬな。よし、
得済ませるぞ。合図をくれ、よりは覚悟は良いか。頼む。出番だな。我らが刃突き立てる。終わりだ。力を借りる。ちょいと待ってな。火の肩放つ。まだ湧くか。おいだ。急ぐとすれば騒ぎとなる前に片付ける。合図をくれ、より。力を借りる。ちょいと待ってな。決める。気を見せたな。畳みかけろ。ランサー、了解。一つ強くなれた。お二人ともお見事です。あとは我らにお任せを。準備は良いですか。はお任せあれ。では手はず通り頼みます。貴殿、手際がいいな。昔からこの手のことは得意なのです。まじないよりもはるかに。さあ、怪異の気配も失せたことですし、我らは一度寛永寺へ戻りましょう。お二人とも改めて感謝いたします。我らだけでは到底かなわない相手でした。礼には及ばない。確かに貴殿らのみで勝てる相手ではなかった。結局怪異討伐は我ら頼みとは。君、術は増えてなのか。はい、ご敬願です。私は何もかも兄には届かぬ不詳のみ。これまでは何も考えることなく、ただ兄に従っておりました。かの生命光の末裔と名乗るにはあまりに力を落とした我が家系にあって、兄だけは強かった。うん。おめえも屈辱も軽蔑も兄は全てを背負い力強くあり続けた。上様はうなずかれた。英月の儀とやら執り行ってみせるがよい。おお、ありがたく存じまする。分かっていような土帝。真に英月なる者に力あらば、それを得るべきは我ら幕閣をもって他ならぬ。徳川一千年の杖がためには、あらゆる力は我らの下になくてはな。無論、義がなった暁には英月を献上させていただきます。それでこそ陰陽の神も務まろうというもの。
高得意の跡取りなどよりもよほどにな。光栄至極。今となっては分かりません。本当に兄は幕閣の方々へ英月を献上するつもりがあったのか否か。高利、お前にはまじないの才がない。いかに研鑽を積もうとも大成はできぬ。は、心得ております。はあ、心得ておりますではないわ。いい加減時代の当主としての自覚を持て。ですが兄上のおっしゃる通り、私には才がない。当主などとても。まじないの才だけが才と思うな。父上は実に優れた術者であったが、政争に敗れ地位を失った。そういうことだ。私が道を敷く。誇りある土帝の家を再興するための道を。お前はその上を歩めばよい。堂々と、何に恥じることもなく。どうあれ兄はお家の再興を願っていました。ほんのわずかなりとも兄の期待に私が応えられていれば、兄は修羅の道を歩まなかったやもしれません。ふむ。貴殿はこれからいかがする。土帝康弘の抱いた願いを継いで俺たちに立ちはだかるか。無論兄の願いは継ぎましょう。ですが兄に似ることなく生まれた私です。おのずと兄とは違うやり方になります。なんであれ兄が私に託した思いを裏切るつもりはありませぬ。そうか。それでは私はこれにて失礼します。務めは山ほど残っておりますゆえ。ご分を兄に代わってお祈り申し上げます。剣を持たず術の才もなく、それでいて怪異を前にたじろぎもしない。肝の座り具合で言えば十分兄に似ていたぞ弟子。うむうむ。おや、どうしたのさ、お侍さん方。あ、武蔵ちゃんに用かい。悪いけど今は出払っててね。少し待つか、出直してもらえると。ああ、いや、こたびはそういった用向きではなく。じゃあ何さ、まさか、私が塞ぎ込んでると思って。の。その顔、図星みたいだね。とんだ色男だよ、伊織様は。自ら義を降りたも同然の私なんかに
ちゃんと心を砕いてくれるんだけどね。吉原の女は強いんだよ。誰が失せた、誰が言ったでしょぼくれたりしない。それにあの子は、サムソンはこうなることを望んでたんだ。だから満足して帰っていった。あの子と出会い過ごしたわずかな時に、私はちっとも悔いなんかないんだよ。待て、サムソンが消滅するのを望んでいたと。ああ、今となっちゃそう思うよ。サムソンは望んでた、髪を切られることをさ。無敵の強者じゃなくなっちまうってのに。私がサムソンの髪を切ったあの脇差し、あんたたち見覚えはないのかい？あの子が落としたのを拾ってやったって聞いたけどね。あの時の脇差しか。そう、私が送った脇差しだ。使いもしないのに御所を大事に身につけてた。それをある日いきなり突っ返してきて、土帝の魔術で、はぐれたちが一度操られちまった後のことだったから、きっとあの時からあの子、覚悟を決めてたんだろうね。髪を切り、力を奪った私を、あの子は、良い、と許してくれた。すごく満ち足りた笑顔でさ。参るよ、ほんと。あんな顔されたら、さ。太夫。二人とも、改めて礼を言わせておくれ。あの時、一緒にサムソンを止めてくれて、本当にありがとう。私に、手を下させてくれて、ありがとう。うん。よかったらこれ、あんたも持っていちゃくれないか？これは、紙か。あの日、手元に残ったものを束ねて取っておいたんだ。何もかも消えちまったけど、これだけはなぜだか消えやしない。あんたたちにも覚えていてほしい。バーサーカーなんぞに定められながら、誰をも恨まず許して守ろうとしてくれた誰より優しい一人の男のことをさ。力がみなぎる。うむ、悪くない心地だ。ふむ。主様のやりあり、お見事。また来て。
高尾太夫のもとに流れ着いた漂白の死は三浦屋の用心棒として剣を振るう。そんな日々の一幕に吉原の守護者となる異常夫との出会いがあった。わあ、なんと立派な御仁。その腕、その足、その体、相当に鍛え抜かれた分厚さと見受けました。英霊よね。この感じバーサーカーかしら。私もバーサーカーだし縁があるみたい。もしやいわゆるはぐれサーバントってやつ。そんなものが召喚されるなんて、この儀式。おっと、やる気十分ね、いずこの異教の異常夫殿。即切り捨てはなんだか惜しい。ここはひとまずおとなしくしてもらいましょう。撫で切りにしてあげましょう。むき出しの闘志、いいわね、霊気が切りつく。ジュは一戦、早く鋭く、ヒュー、凄まじい怪力ね。まともに食らえばひとたまりもないでしょう。心は決める。ここは花の吉原、荒っぽい男はお呼びじゃないのです。早く鋭く見切った。なるほどね。早く鋭く見切った。自在天地異王クリから超テンション、行くぞ剣豪バット、イサナ大天照。こうかしら。ここで決める。ほどね、きらめいた。よっ、真っ向勝負。よっ、きらめいた。刮目ください。これだけやっても倒れない、幾千万の斬撃をものともしない仰天の鋼の肉体。
さぞや高名な勇士なのでしょう。だけどここは吉原太夫の拠点、私としても退けぬ理由があるのです。武蔵ちゃん、なんだいこの騒ぎは。太夫、危ないから来ちゃダメって。いえ、それより今は私の後ろに。これはまた随分な異常夫じゃないか。なんでここで暴れてるんだい。異国の御人じゃ言葉は通じないかね。私に見とれてくれでもしたらありがたいんだけどね。あ、止まった。いえ、それどころか、この一瞬で警戒心や敵意まで消え失せた。太夫、念のため聞いておくけど、あなたも知り合いじゃないわよね。まさか、こんな立派な尾の子、会ってたら忘れようがないさね。でも、なんだろうね、私を見る目が妙に優しい気がするよ。へえ、そうなの。さすがは吉原一の太夫ってことなのかしら。この御仁もサーヴァントなのかね。ええ、おそらくは。マスターを持たない、いわばはぐれのサーヴァントと見ました。どうしてここ吉原に現れたかは追って調べてみるとして。どうしたものかしら。帰る場所があるなら返してあげるべき。決めるのはこの子さね。異常夫さん、聞こえるかい。行くあてがないんならこの吉原にいるといいさ。こんな町だ、男ではいくらあっても困らない。あんたみたいな用心棒がいてくれたら、どこの店の子たちも安心できるだろうしね。うん、驚いた。おとなしくなっちゃって。ここは見事と言っておくべきね。うん、やるわね、太夫。久方ぶりだ、アーチャー。こうして話すのはいつ以来か。そうですね、長らくの間私は心ならずも精神を蝕まれていましたから。結果、遊戯を結んだあなたにも弓を引く始末。私としたことが不甲斐ありません。気にしないでくれ、本意でないのは分かっている。ところで、はぐれのアーチャー、イオリへの頼みというのは何なのだ。ええ、この際ですから単刀直入に言います。宮本イオリ、どうか再び私と手合わせを。よしを聞こう。神奈川湊であなたと戦った時、奥底にてまどろむ自我がはっきりと感じた。やはりあなたの剣は変わったと。深い眠りから目覚めたかのように醜いさなぎが
美しい羽を広げたかのように、初めに出会った頃のものとは比べ物にならないほど強く鋭くなっていた。私はこの儀が終わる前にもう一度その剣を受けてみたいと思ったのです。かつて戦乱の時代を生きた一人のクシャトリアとして。受けたまわった。やろう、アーチャー。その返答に言葉では言い尽くせぬほどの感謝を。ではこれよりは手加減なしの真剣勝負です。どうかお覚悟を。来るぞ、より気を引き締めてかかれよ。食らうがいい。無論だ。気は強くした。分かった。燃え盛る炎のごとく。叩きのめす。キルガの血のごとく。覚悟。行くぞ。受けてみろ。よっ。刮目せよ。火の肩、来い。出番だな。我らが刃。引き立てる。死の方。出番だ。待っているよ。死の方。揺るがぬ血のごとく。食らうがいい。食らうがいい。無駄だ。甘い。刮目せよ。力を借りる。任せろ。我らが刃突き立てる。燃え盛る炎のごとく。身が白動。切り直す。ついに来ましたね、宮本伊予。初めて会った時よりも。ならば躊躇はしません。この霊気で叶う限りの前例を込める。死の方望むところだ。来い、アーチャー。覚悟。や、朽ち果てる。死の方終わりだ。死の方甘い。やっ、終わりだ。食らうがいい。無駄だ。失せろ。やめ。燃え盛る炎のごとく。そうだ。大技が来る。構えろ。すぐに行く。身の肩。油断したな。残念だったな。解き放とう。甘い。隙を見せたな。畳みかけろ。見切れまいか。身が白動。面白い。揺るがぬ血のごとく。その刃あふれる殺気、どこまでのものか私に見せてください。弱い。セイバー任せろ。無駄だ。燃え盛る炎のごとく。その力を認めましょう。欠けた霊気とはいえ、英霊を相手によくぞ。
なるほど。宮本伊織、あなたは強き者だ。その剣筋の冴えは称賛に値します。貴殿ほどの英霊にそう言われるとは、俺の方こそ痛み入る。さて、命のやり取りでこそありませんが、あなたはこの私を下したのです。これは何か褒美を用意しなくてはなりませんね。とはいえ、あなたには何を授けたものか。困りましたね。私は常に授かる側でしたから。ならば技の一つでも授けてやるといい。下手な宝物よりそちらの方が伊織は喜ぶ。なるほど、なかなか良い考えです。それでは私の技の一つを授けましょう。嬉しい申し出だが、いいのかそんな軽々しく。ええ、この程度のものならばいくらでも。今のあなたならば必ず使いこなせるでしょう。この技で必ずや技を勝ち抜いてください。ありがとうアーチャ。この技必ず生かしてみせよう。アルシュナ、私のことはそう呼んでください。アルジュナ、それが貴殿の神名か。はい、深い友誼を結んだあなたにだから明かしました。どうか他の者には内密に。無論だ。では改めて、このアルジュナ、あなたの勝利に惜しみなく力を貸しましょう。どうかこれからもよろしくお願いします。当世でただ一人の我が友よ。鍛錬の甲斐があった。